どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回はですね、いちごのランナーの増やし方をご紹介したいと思います。これまでね、家庭菜園向けにいちごの植え方とか、あとはそのね、定植したの後の管理とかいろいろご紹介してきました。で今回はね、ランナーを使って苗を増やす方法をご紹介します。まだね、2つの動画見てない方はぜひそちらをね、先に見てください。ではご紹介します。ここにあるのが2ヶ月半前に定植したいちごの苗です。こんな感じにね、プランターに植えていて、でそこからランナーが伸びてきてます。ちょっとね、管理を親に任せっきりなので、親株の状態がね、ちょっと良くないんですよね。ちょっと水不足かなと思います。まあ、それでもね、これだけ、まあ、ランナーをね、少しずつ出してくれているので、問題なくね、コナエ作りができます。先ほどから、まあ、ランナーってね、自然に言ってるんですけれども、ちょっとね、まだ分かってない人がいるかもしれないので、ご紹介します。ランナーっていうのは、このね、いちごの株から出てきている、このね、細い紐みたいな部分、それからそのね、中間部分とか先端部分についているこういうね、小さな苗、これをね、全部合わせてランナーと呼んでます。いちごはこういうふうに、まあ、ランナーが出て自分のクローンをね、増やすことができます。なのでいちごを増やすときには種をまいて増やすよりも、こうやってね、ランナーを使ってクローンを増殖させる方が一般的な方法です。いちご農家の人とか、まあ、家庭菜園とか、まあ、ほとんどのね、いちごを栽培している方はこのランナーを使っていちごを栽培してます。でこのね、ランナーを増やす方法というのはすごくね、いろんな種類があるんですよ。でその中でも今回は家庭菜園向けにね、簡単にできる方法をご紹介したいと思います。それからランナーっていうのはこういうふうにね、親の株の根元から1本出ているんですけれども、そこにこう1つ目のランナーが出て、でそれからここにね、2つ目のランナーが出て、でこの先にもう一つ3つ目のランナーが生まれてます。こういう風にね、3つ4つ5つっていう感じにね、たくさんのランナーが1本のランナーから出ます。でね、このランナーがね、途中で枝分かれして2本とか3本に分かれることもあります。で昔はですね、この親株に一番近い株のことを太郎株、2番目を次郎株、3番目を三郎株と呼んで、でこのね、太郎株を使わなかったんですよ。太郎株にはもう病気が感染している可能性が高かったりね、いい苗が作れない可能性があるので、これはね、取って捨てましょうっていうふうに言われていたんですが、最近ではね、実は太郎株も他の株とはあんまり変わらないと。ただね、その苗が年を取ってるの、老化してしまう、根っこの状態が良くないっていうふうにね、なる可能性があるので、あまり良くないっていうふうに言われてます。ただね、その苗の状態っていうのも、まあ、植えるタイミングさえね、間違えないであげれば問題なく使えるので、このね、太郎株、太郎苗と呼ばれてるこの一番最初の苗についても使ってください。これをね、捨てなくても大丈夫です。ランナーの増やし方には本当にたくさん種類があるんですけれども、ちょっとね、いくつか種類をご紹介したいと思います。まずここ見てほしいんですけれども、まあ、プランターの隣にね、プランターを置いて、ランナーを置いてます。でね、ここからね、根っこが入って、新しい苗ができるっていう感じです。これはね、母親がやったものなんですけれども、まあ、わざわざね、ポットとかで苗を作ってから植え替えるのがちょっとめんどくさいということで、すぐね、こう親株の隣にプランターを置いて、そこにランナーを固定して新しい苗を作るという方法を、母親がね、試そうとしています。でこれはね、結構農業技術としても近年注目されている方法で、無化殖栽培と言われています。仮植えをせずにね、直接植える、まあ育苗をしない農業のやり方っていうことでね、まあコストが安くなったりとか、省力化、あんまりね、手間がかからないやり方として最近注目されているやり方です。なのでね、まあ、家庭菜園でちょっと気軽にやりたいっていう人は、こんな風にね、プランターの隣に別のプランターを置いて、そこに土を入れて、こうやってね、ランナーをちょっと固定しておくだけで、ここから根っこは出てね、
新しくこちらのプランターでイチゴを育てることができます。本当にね、手間暇をかけたくないっていう人はこういうやり方試してみてください。でただちょっとデメリットもあって、例えばこのね、株がうまく育たないっていう時に、いちいちねまた入れ替えをねしなきゃいけないんですよね。それが大変です。ポットならね、いい苗だけを選んでパッて植えることができます。でそれからね、ちょっとスペースを取るんですよね。プランターの隣にこういうまた同じねプランターを置かなければいけないので、もう面積がねこれだけで2倍は必要になってしまいます。はい、というわけでね、プロの人はねあんまりこういうやり方は使いません。じゃあね、プロの人どういうことをするかというと、最近ね、人気のやり方が、空中栽培とか挿し苗と呼ばれるやり方です。こんな風にねランナーを伸ばしておいて、でここをねハサミで切ります。でハサミで切ってこれをポットに固定して、その状態でね水を1時間に1回ぐらい毎日与えて、それをね2週間ぐらいするとしっかり根っこが出てくるので、そしたらね水やりの頻度を1日に1回ぐらいにします。そうすることで、一般的なね挿し苗と呼ばれているやり方です。このね根っこが全く生えてない状態で、水をね切らさずに1時間に1回ぐらい与えることで、水分を切らさずにここからね根っこが生えてくるので、根っこが生えてくるのをね待って、苗を作るっていうやり方、それがねかなりこう大規模にやる場合には効率がいいやり方なので結構人気でね、プロの農家の方とかはそれを最近取り入れる方が非常に多くなってきてます。私もね実際、そういうやり方でイチゴを今まで育ててきました。ただそれはねちょっと大規模にやる人向けで家庭菜園向けではないので、今回はねちょっと別のやり方をご紹介したいと思います。はい、今回家庭菜園向けに教えるイチゴの育苗方法はポット受けと呼ばれる方法です。まずねこんな風にポットを用意してください。ポットはねここが直径7センチとか8センチとか、6センチから8センチぐらいの大きさのものが良いです。でそこにね園芸バイドと呼ばれる土を入れてください。園芸バイドもしくはね、ピートモスにパーライトとかバーミキュライトを混ぜたものでも構いません。あとはね普通にホームセンターとかで売っている園芸バイドとか、育苗用のねバイドで構いません。でここにはねできれば肥料を入れないでください。肥料がねあらかじめ入っているものだったらそれを使ってもいいんですけれども、もし入っていない土を使う場合にはねわざわざ肥料を入れる必要はありません。でこれをこんな風にね親株の近くに置いて、こうやってね出てくるランナーがあるじゃないですか。このランナーをこうこの上にこうやって乗せていきます。はい、ただしねこのままだとイチゴがね簡単に動いてしまうので、こちらのビニールタイとかね、なんだろう、園芸用のよく使われるテープ紐を使います。これはホームセンターでも100円ショップでもねいろんなところでどこにでも売ってるので、簡単にね手に入りやすいです。でこれをねちょっと曲げます。まず半分にして、あとねここをちょっと返しの部分、釣り針の返しみたいな感じでね、土から抜けにくいようにここにちょっとこんな感じに返しをつけましょう。 OK。 でこれをこのランナーの株元に刺します。よし、OK。 でこうするとね、例えばこうランナーが風で揺れたりとか水やりでこうぶつかって揺れたりしても、このランナーがねこのポットに固定されていて、常にねここの土から水分を得られるので根っこがね生えてきやすくなります。もしこのピンがないとねこのランナーがポーンとどっかに移動してしまって、根っこが生えてくることができません。さっき言ったね挿し苗の場合にもこのランナーのピンは使えます。こうやってね固定しておけば、ここのねランナーを切って育苗するときにも水分をね土から吸収しやすくなります。
はい、でただねこうプロの人はねこういうね市販のビニール帯っていうのは使わなくて、まあ、ランナーピンって言われてるね専門の道具があるのでそれを使います。ただね家庭菜園みたいな小ロットだとね多分販売ってあんましてないと思うので、まあ、こういうものでね代用するのがいいんじゃないかなと思います。はい、こんな風にねポットを固定したら今度はねこの先のこっちのピンもあこっちのねランナーも同じ事故とします。こうやってポット置いてでここにね固定してでここをねピンとかビニールの紐とかで固定します。こんな風にね、ポットを使ってね簡単に育苗ができます。こんな感じでねちょうどいいサイズのランナーを全部ポットに固定しました。で大きさの目安なんですけど、まあ、例えばねこのぐらいの小さなランナーでもまあね、まあ、一応ちょっとこうもうね根っこは出てきてますよねここから。なのでまあ固定してもいいんですけど、まあ、ちょっと小さすぎるかなと思ったのでねこれはもうちょっと待とうと思います。これもまだちょっと小さすぎるかな。まあ、葉っぱ2枚出てきてからですかね。このね、根元についてる葉っぱを、まあ、ちょっと数えなくて、まあ、こういう大きいね、葉っぱが2枚出てきたぐらいが、ランナーのね、固定するのにちょうどいい時期かなと思います。まあ、これぐらいかな。はい。でも今回ちょっと場所がなかったので、こんな風に、プランターのね、空いたスペースにどんどんポットを置いて、そこにランナーを固定しました。はい、こんな感じです。であとはね普通に水やりをします。もうポット自体もね先にねあらかじめ水をかけておいたんですけれども、まあ、固定してからねこれからはこうやってね親株に水をあげるのと同じタイミングでねこうやってこの間のポットの方にも水をあげます。そうすると、まあ、大体2週間ぐらいでね根っこが生えてきて、いい感じのね苗になります。で、まあ、そこから、まあ、すぐに、このね親株とつながっているねランナーを切り離してもいいですし、まあ、1ヶ月ぐらいね経ってから切り離しても OK です。でこのポットのね、まあ、そこに根っこがねぐるぐると回っているような状態になるとベストなので、まあ、これねこのままずっと置いておくとこのねポットの底から根っこがねプランターの方に伸びてしまうので、まあ、そうなる前にね、まあ、2週間ぐらいで1回切り離して、別の場所に置いてね苗だけで管理するのが良いと思います。で、まあ、ランナーをこうやってね増やすタイミングなんですが、まあ、プロのね農家だともうタイミングは決まってるんですよ。まあ、冬場にイチゴを育てる人だったら夏ですね7月とかにこういう作業をやります。で夏にねイチゴを育ててる人だったら、まあ、秋ですね9月とか10月にこういう作業をします。で、まあ、家庭菜園の場合にはそういう時期ね特別決まってないのでそれぞれねこうランナーをが出てくる時期とか、ランナーをね増やしたい時期にこういう作業をやってみてください。でねポットの底にね根っこがぐるぐると回ったら、定植するタイミングなので、まあ、新しくねこういう同じようなプランターを準備して、そこに新しくできた苗を増やします。はい、今回ちょっと見てみると例えばこのプランターは今5つのね、ポットが入ってます。5つの小さな苗ができてます。2ヶ月半でね5つできました。でこっちは7つですね。親株が3株植えてそれが2ヶ月半でね7株の子苗に増えました。でこっちはこっちも7株ですね。親株3株植えたプランターから7つの苗が取れました。はい、でこっちは6株ですね。3株植えた親株から6つの、子苗が取れました。こんな感じでね、まあ、2ヶ月半で、まあ、2倍ちょっとかな、まあ、平均で2倍ぐらいにこう苗が増やすことができます。なのでねこの親株はこのまま育て続けてこの新しい苗をこうやってね新しいポットに植え替えれば3株の親株を植えた1つのプランターから
もう2つね、もう2つから3つプランターができるっていう感じ。2倍から3倍にね、苗を増やすことができます。これがね、たった2ヶ月半でできるので、これをもっとね、3ヶ月とか4ヶ月とかもっと長い期間育てれば、それだけね、たくさん苗も増やすことができます。なのでね、かなりイチゴをね、家庭菜園で育てるのって実は結構簡単でね、どんどん増えていくので、すごく面白いことだと思います。なのでぜひね、イチゴの家庭菜園にちょっと挑戦しようかなと思っている人はぜひやってみてください。こういうね、親株は、まあ、ホームセンターとかインターネット通販とかで購入することができるのでね、ぜひ挑戦してみてください。この苗のね、植え替え方とか、その後の追肥の仕方とか管理については別の動画でね、ご紹介しているので、ぜひそちらも合わせて見てみてください。はい、でこれからもね、こうやってイチゴとかね、家庭菜園に関する動画をアップしていこうと思うので、ぜひね、何か、質問があったりね、教えてほしいこととかがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。それを参考にね、また新しい動画を作ってみようと思います。はい、それではね、今回の動画はこれで終わりです。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してみてください。